KGRI 慶応ユニバーシティグローバルリサーチインスティテュートのプロジェクトとしまして、イカラの創発というのを今年やらせていただいております。文学部の井上一平と申します。今日第1回といたしまして、安井正人先生にご参加いただいてお話を伺おうと思っております。安井先生、今日はよろしくお願いします。お願いいたします。安井先生はまずこの KGRI の所長さんということで、それから医師でもあられて、今日はですね、ぜひお話を伺いたいのは水というテーマで、これすごく一般的すぎて逆に今日疲れるとこあるんですけど、水の研究に入られたきっかけっていうのは。そうですね、研修医の頃、まず最初にですね、研修医が患者さんに対してやる医療行為として輸液というのがあります。点滴ですね。で、点滴って飲む水だけを入れると大変なことになるんです。我々の体の中の約 70% 近くを占める水、そこにいろんなものがこう溶けてるんですね。よく熱中症対策で、水だけ飲むよりも電解質イオン、これを一緒に飲むのが大事だっていうふうな認識、皆さんも深まってきてると思いますけれども、胃液って当たり前のように奥が深いものでもあるんですね。そういう血液成分を注入することもあれば、はい、水とイオンだけをこう注入する、あるいはブドウとグルコースですね、を注入するとか、そういう時に必ずそういったものって水に溶けてるんですよ。溶液っていうのは溶質っていう溶かされてるものと溶媒っていう溶かしてるもので成り立ってるんですね。で、水は溶媒なんです。溶媒は水だけなんです。なるほど。その輸液というものは患者さんの状態に合わせていろんな種類があるんですけど、全部そこにあるのは水なんです。もう一つは小児科医なんですけれども、赤ちゃんがお母さんのお腹の中で10ヶ月近く育って生まれてくるわけですけど、はい、お母さんのお腹の中っていうのは羊水っていう水に入ってそこでこう育っていくわけですね。で、肺の中にも水満たされてます、はい、いざおぎゃーって生まれてくると羊水からこの空気の中にこうさらし出されるわけで、例えば皮膚が未熟だと赤ちゃんはすぐ亡くなっちゃう、今だいたい23週4週ぐらいの赤ちゃんが生存できるようになってますけど、20週までいくかっていうと一番立足段階なのが皮膚なんですよ。皮膚はそういった意味でこう体の中にこう水分をきちんと保っていく上で重要なこうバリアになってるんですね。別にそれおぎゃーって生まれた時、今度は肺の中の水も全部なくなって空気が入っていくわけですね。それで我々呼吸が成立していくわけなんですけれども、一生の中で一番ダイナミックにですね、この水環境が変わる瞬間が生まれるところです。ね、でそこがこううまくいかないといろんなことも起きてくるわけですし、一生の間一番口にするのはもう絶対水なんですよ。食べ物も結構水分含んでるんですよ。ビールとかだって 5% アルコールだけど 90% 以上水なんですよ ね。そうですね。 なので我々が一生の中で絶対一番口にするものは水で、その水を飲んで出して飲んで出してっていうのは、これどうしてそんなことしなきゃいけないのかなっていう素朴な疑問を持つようになって、はい、そういう研究面白いかなと思った。ビールって何十杯も飲めるじゃないですか、はいはい、でも水って何十杯も飲めないですよね、はいはい、あれはどっか吸収するとこが違うからか、ビールはやっぱり揮発性なので、例えば1リッター飲んでも1リッター液体としては残ってないんですよね。それともう一つはアルコールって利尿作用っていうのがあって、はい、トイレが近くなるんですよ、はいはいはい、そうですね。ビールは例えば胃で吸収するからなんかたらふく食べられるみたいにいっぱい飲めるとかって、先生お飲みになりますか？あ、飲みますね、はい、ビールお好きですか？ビールも好きです。最高記録 何杯とかありますか？最高記録ですか？ジョッキー 3,4 杯はいけるんですかね、はい、結構でも 3,4 杯のなんかものを入れると結構いっぱいになりますよ、ね、お腹いっぱいになりますね。水は飲めませんよね、はい、水は飲めないです ね、はい、あれは要するにそういうことを、今言ったようなことをプラス何か他に吸収のしやすさとかあるかもしれないですね。私人文科学社会科学っていう方なんですけど、研究って多分2つぐらいの問題意識があって、そもそも何かが面白そうだから研究するっていうタイプの研究と、何か問題があって、例えば医学だと多分病気があって、こういうことに困ってる人がいるからそれ直してあげようっていうタイプの研究が多分悪いだと思うんですよね。そうですね、はい、これね、で人文科学も社会科学もなんか社会に問題があってこういうことが起こってるんで何とかしなきゃっていう感じで問題解決のために医学もやる、はい、
でもなんか素朴に、私言語学なんですけど、うん、どっちかというとなんか面白いからとにかくやっていくっていう感じなんですけど、なんか先生のお話聞いてると、うん、なんかちょっと後者寄りの感じがして、そもそものなんか関心が、うん、やっぱり両方あるんですよね、うん、まあ、医者をやると、まあ、いろんな病気に遭遇するわけで、はい、かなりその原因とか分かってる病気から、うん、未だによく分からない、うん、治療法もあまりないっていうものまで様々で、うん、我々医者としては今日の時点、今日は、まだ診断がつかない、あるいは治すことができない、うん、でも明日、来月、来年には何とかしたいっていう、そういう、こう思いはみんな持ってて、それがモチベーションとなって何とかこの仕組みを明らかにしたい、うん、病気もいろいろある中でどの病気に、一番こう関心を持っていくかっていうのは興味本位的なところ、これもやっぱりすごく重要だと思ってます、はいはいはい、私の場合も生まれたばかりの赤ちゃんで、やっぱり呼吸がうまくできなくて、そうするとやっぱ脳に障害を残すことがあるんですけれども、そういう場合脳がこうパンパンに膨れちゃうんですね。低酸素虚血の状態が続くと脳浮腫、お水が溜まっちゃうんですね、うん、赤ちゃんの場合はあの頭蓋骨が緩やかなんで、はいはい、大専門とかもこう開いてて大きくなるんです、はい、うん、でも大人でそういう状態になると、まあ、交通事故とか例えばなると、うん、頭蓋骨ががっちりしてるんで圧力がかかると下に落ちてくるんですよ。そうすると脳幹トリミアって、それ命に関わるような状態になるんですけど、そういうこう赤ちゃんと遭遇して、これをこうやっぱり何とかしたいっていう気持ちも確かにありましたけど、それだけでじゃあ自分が30年以上も水の研究を続けてきたかっていうと、それだけではなくてですね、やっぱりやっていけばやっていくほど面白さっていうのが、これも説明できないですよね。逆に素人的にはすごいロマンを感じますけどね、地球全体もやっぱ水と空気がまあ大半ですよね、そうですね、はい、そういうものにずっと取り組んでらっしゃるっていうのはやっぱりすごくロマンティックな感じがしますよ。自分自身であまりロマンティックっていう意識はないんですけど、はい、いろんなこう研究をしていくとですね、生命現象を理解しようと思うと水って抜きにはできないんですよ、はい、水の生命科学っておっしゃり方されてますよね、はい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 、いろいろ突き詰めていけばいくほど水って大事なんだなっていう、バイオマーカーってお聞きになったこと、病気をこう診断するときに皆さん血液検査とかしますよね、はいはいはい、いろんな濃度を測ってるんですよ、うん、例えば糖尿病の方っていうのは血糖値、うん、血液中のグルコースの濃度を測ってるんですよ、はい、検診に行かれて結果をよく見るとですね、まあ、皆さん数字そのものにすごい関心がいくと思うんですけど、必ず右の方に単位が書いてあるんです。ある疾患、病気、例えば胃がんの時はある物質が上がったり下がったりするのが分かる。でそういったものを測定して診断するのがバイオマーカーなんですけれども、共通のものは全部水なんですよ。なるほど。例えばその物質がそのものが変わらなくても、水が減ったら濃度は高くなるんですよね。水が増えたら薄まって濃度が低くなるんですよね、はいはい、意外とその水のダイナミックスは実は重要なんですよ。それでいろんな病気も分かったりするっていう。そうですね、あの僕らのチャレンジは水ってだからあって当たり前で、はい、まあ、例えばスポーツでいうとサッカーの競技場みたいなもんで目立つのは選手じゃないですか、はいはいはい、でもサッカー場がなかったらサッカーできないんですよ。そうですね、はい、で水ってどっちかっていうとそのフィールド的な場を提供するっていうような感覚なんですね。今まではみんなその溶質、物質の濃度を測ってたんですよ、はい、でも溶かしてるものはみんな水なんです、はい、そうすると本当にこうちっちゃいミクロの世界で見るといろんな物質が水の中で存在してるんですよ、うん、例えばお塩、お塩がこう溶けて白い粉ですよね、それを水に溶かすと透明になるんですよね、はい、あれどうして透明なのかっていうと、お塩の結晶一個一個がこう水で引き離されるんですよ。お塩一個一個の周りに水がこう取り囲んで相互作用してるんですよ。なので水を知ることによっていろんな情報が得られる可能性があるんです、うんうん、量じゃなくて水の質的な変化、これをきちんと測定して表現できないかっていうチャレンジをしてるんです。安井先生が創始者的な、今言った概念を開発されたのは神戸大学の先生なんですけれども、はいはい、生命現象を捉えなすっていうのをシステマティックにやっている研究グループは世界でもあんまりないんですね。そうなんですか、はい、なるほど。じゃあそこはもう画期的な、ウォーターバイオロジーという言葉が使われてますけど、はいはいはい、あれは
あ、先生が使い始めた、はい、造語ですね、はい、あ、造語なんですね、はいはい、日本語では水分子の生命感覚としてるんですね。分子レベルから僕ら今測定したり、コンピューターで解析したりできるようになってますね、はいはい、水の特徴であるいろんなものを溶かすしているっていうことと、あんまり考えずに我々の体はちゃんと水の恒常性を保ってくれてるんですよ。これって当たり前なので実はすごく不思議な話で、なるほど、すぐトイレに行きたいっていうのは尿が希釈されてるんですね、はい、であんまり行かなくていいっていう時は尿が濃縮されてるんですよ。これどうしてこんなことが腎臓っていうところで行われてるかっていうののメカニズムもよくわからなかったんですけど、アメリカ行った時に研究していたボスが発見したのはですね、はい、アクアポリン。アクアポリン、アクアはギリシャ語で水、はい、ポリンは穴なんですよ。水が通る穴、これが細膞一個一個に細胞膜っていうのがあって、はい、その膜に水だけ通る穴っていうのが、水だけなんです、水だけなんです、基本水だけなんです。それを見つけてノーベル賞も取ったわけなんですけども、それはあのホームページで拝見しました。それがですね、実際どういうふうに働いて尿を濃縮したり希釈したりする、してるのか、はい、あるいは涙だってじわじわ出てる基礎分泌量ってあるんですけど、悲しくなったり嬉しかったりすると感動したりする、涙が不思議ですよね、はい、あるいは唾液も結構ダラダラ出てるんです。それを僕ら無意識に飲み込んで、美味しいものの匂いがしただけでもう唾液が出るじゃないですか、はいはい、あるいはイメージしただけでも出るじゃないですか、はいはい、こういうのの調節って実はすごく当たり前のようだけど重要なことで、分子のレベルでいうとそのアクアポリンっていうのが活躍してくれてるんです。なるほど。生命はまあ海の中で発生して進化を続けて、ある時点でこう上陸してきたわけじゃないですか、なので水とお付き合いの方が空気とのお付き合いが長いんですよね。光合成っていう現象、はい、これはあの植物の葉緑体というところで行われるんですけど、はい、その原型がやっぱりバクテリア、細菌じゃないかって言われて、シアノバクテリアっていうのが今から28億年ぐらい前に海の中で出てきて、水と二酸化炭素、光、で酸素を作ることができる、はい、それから地球上の酸素が増えてくるんですよ。あ、なるほど。地球上の生命っていうものは水抜きではあまり考えられないので、本当地球の創生そのものは多分みんな興味あると思うんですけど、謎ですよね。謎ですね、はい、まあ、その鍵にもなるようなお話でもあるという。そうですね。でなんでこれがあんまりこう研究の主役にならなかったかっていうと、まあ、一言で言うと研究するのは難しいんですよ、はい、一番簡単で本質的なことなんだけど、いざ研究しようとすると難しいんですよ、はい、ものであればそれ見つければいいじゃないですか。水の場合はいつでもあるのは当たり前で、はい、それが何をしてるのかっていうのを見るのはまず難しくて、はい、そうですね、今のこういろんな技術で水分子一個一個を可視化する、そういう技術が今できるようになってきたんですよ。で僕らの研究室で一番この15年ぐらいで取り組んできたのは水を見る顕微鏡を開発するっていうことだったんですね。研究者が難しい言葉で1時間喋ってもよくわかんないけど、ビデオをパッて見せられたらなんかパッて理解できるじゃないですか、はい、可視化、イメージすごい重要で、水が体の中でどう巡ってどう交換されてるんだろうってことをイメージングできたら、それはあのシミュレーションみたいな感じな、シミュレーションじゃなくて計測なんです。あ、見えてるんですね、はい、まあ、要するに顕微鏡の技術開発があって可能になったっていう、そうですね、ことなんですね、はいはい、結局何かを見ようとするとラベルしないと見えなかったんです、その水のラベルをどうやってして、それをどうやって可視化するかっていうチャレンジをずっとしてて、はい、そういう顕微鏡が今第3世代ぐらいまでなったんですかね。なるほど、はい、言語学でも言語の起源は何かっていうのは割と最近までご法度だったんですよ、で要するにわけわかんないんで、なるほど、本当に推論するだけだったんで、1890年のパリ言語学会とそこの時からも禁止になったで、割と最近またね復活してきたのはやっぱり技術テクノロジーが進歩してきて、いろんな推論ができたり、動物行動学も含め脳科学とかなんかいろんなことも含めてまあまあできるようになってきたっていうようなことで、結構今言語起源論ってまた復活してきたところあるんですけど、やっぱりテクノロジーの進歩っていうのは大きいですよね。